C 級中学生部門演奏ナンバー16、大東寛治さんです。演奏曲はプーランク作曲、3つのノベレッテ第1番、第2番、そしてフォーレ作曲、バルカロール第6番、以上です。中学生部門は20人の方が予選を通過しまして、はい、まあ、何名か辞退の方もいらしたんですけれども、うん、そのうち男性は5名、6名ですね、6名ですね、とっても多く感じてましたけど、そうなんですね、うん、中学生ぐらいになって、まあ、小学生は本当に男女差ないぐらいにレッスン受けてる方が多いかなっていう気がするんですけれど、中学生以降になるとなかなかこう続けられないというね、方も多いみたいですよね。ガクッとその生徒数が増える、減るという話も聞いたことがあります。何が原因なんですか、それ。何でしょうね。部活動とか、まあ、そういったこととか、まあ、あと進学とか、そういったことも影響するのではないかっていう話をしましたけど、琴先生は何歳からピアノをやってたんですか。僕は5歳からです。5歳から、はい、もうやめたいってことはなかったですか。いや、ずっと思ってました。え、ずっと思ってたんですか。ずっと思ってました本当ですか、はい、え、なぜ続けたんですか。いや、まあ自分が得意なものって何かなって考えたときに、はい、他に何もないなと思って、うん、っていうのに気づいたのが高校入ったときぐらいで、で、今に至ります。じゃあ高校入ったときにそれに気づいて、それ以降はやめたいと思ったことはなかった。まあそうですね、はい、高校入ってからは、中学生までは大変でした。へえ、そうなんですね。でもどこでこうなんか自分の人生が変わるポイントがやってくるかわからないですね。そうですね、うん、まあ、なんでピアノは続けておいてよかったなと思ってますけど、うん、やめないでよかったな。今本当に第一線で活躍しようとしてる人たちは男性が多いですよね、うん、多いです ね、はい、本当にね、こうやって続けていく男性の方の方が決心とか決意とか、うん、きっと強いんだと思います、うん、先生はプーランクって、はい、あれですか、割とこの中学生のこういう時期からお弾きになってらっしゃいました。いや全然です、僕大学院に入ってからです、プーランク弾き始めた。ああ、そうなんですか。で、私なんかこういう中学生がプーランクを選ばれるっていうのはすごい珍しいなと思って、はい、うん、時々コンクールの課題曲でね、即興曲とか出てるとかありますよね。ますね、ちなみに今回本選で中学生部門プーランクを弾いたのが大東さんだけですね。ですよね、はい、そうですよね。難易度としては中学生にとっては高い。そうか、ちょっと珍しい。表現方法が全く違うので、うん、プーランクの特徴としてはどういうところ。あれですか、エスプリですか難しいですね、プーランク。まあでもそのやっぱりそのまずメロディーが美しいっていうのが一番の特徴だとは思うんですけど、はい、まあね、この2番はちょっとさ違うんですけど、1番とかはね、すごくメロディーが美しい曲で、うん、3番もね、素晴らしいんですけど、うん、それとあと、なんて言うんでしょうね、そのなんか、ね、なんて言うんでしょうね、エスプリ、うん、いろんな要素が、はい、うん、そうですね、もう自分
から見ればちょっと遠い存在なんです、ブランコは。だから、あ、船先生。はい、はい。それはどうしてですか？いやまあ、フランス語って言うと、まずドビュッシー・ラヴェル、それからフォーレできますよね。で、その次、ちょっと離れたところにブランコで、まあ、もうお好きなのかもしれないです。フォーレを、ね、選んでらっしゃるし、はい、フォーレを弾いたのも地球中学生部門ではだいぶそんな経緯ですね、うんうん、こういう選曲も個性が出てきますね。そうですね、そうですね自由曲のコンクールの面白さですね、うん、そうですね。お好きなのかもしれないけど、あのフォーレを表現するなんか音色とか打鍵はもうちょっと研究してみてほしいなっていう感じがしますね、うん、もっと16分とか、もっとレガートで弾いてほしいかな。ちょっと音が一応一応になりすぎ。左手のハーモニーももっと和音の響きで音を掴んじゃうと美しいかなと思って、とタタタン、タタタンと一応一応になりすぎてるかなって気がするけど、難しいですね、そういう。大体なんか分かりますよね、フランス派かドイツ派か。太、はい、田先生はどっち？僕日本派ですね。日本派いいですね、私も日本がいい太田先生はいいですか？いやもう日本ですけどね日本ですけど、やっぱりなんか大学生になって、うん、どっちの国に行きたいかって、うん、初めてしたね。チッコリーニに憧れてた、フランスのピアニスト、チッコリーニに習いたいと思って、フランス語をちょうど、当時お茶の水原稿があって、その裏のアテネフランスだったの、フランス。で、もう学校の帰りにアテネに行くって、フランス語を習い始めたんです。自分の性格に合わない。あんなにアルファベットいっぱい並べときながら、なんで、例えばメルシーポークのポークいっぱい並べるけど、なんでポークしか言わないのみたいな。本当に、カタカナ、ローマ字読みでもできないぐらい、発音が難しかった。それでもう挫折したんです、フランス語は。やっぱり日本語はいいですね。そこしているうちに終わりました。終わりました。振り返っていかがでしたか、太田先生。そうですね、まあ、しなやかさが、うんうんうん、ちょっと出てくると思いました。太田先生は同じです。はい。ありがとうございます。